エキサイティングタイムは、フジテレビが制作し、同局系列で不定期放送されている、ボクシング中継番組、及び同局が公演する、ボクシング工業の名称。フジテレビではそれまで長きにわたり、ダイヤモンドグローブを定期放送してきたが、昨今では、CS 放送フジテレビネクストでの生中継番組が2015年で終了して、以降、 地上波でシニア録画という形態をとっている。2013年から大橋ボクシング事務所属アマチュア7巻の新人、井上直也と放送権契約を締結。エキサイティングタイムボクシング中継のタイトルとして中継することになった。なお、ダイヤモンドグローブとは違い産経スポーツは関わっていない。第1回放送は、 その井上デビュー3戦目となる4月16日、後楽園ホールでの佐野勇気戦をカスペ、枠で生中継、同局では1992年11月20日の WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチヘナロ・エルナンデス VS 渡辺雄二以来21年ぶりのゴールデンタイム制中継となった。また、番組内では、 ロンドンオリンピックミドル球金メダリスト村田亮太のプロテストも生中継した。第2回は8月25日に有明コロシアムより村田のデビュー戦スカイアリーナザマより田口良一 VS 井上の日本タイトルマッチを2限中継として放送する予定だったが最終的にはダイヤモンドグローブスペシャルのタイトルで放送されることになった。2013年6月3日 未明1時10分2時10分に放送。試合中継ではなく MC の千原ジュニアと解説者の西岡俊明のトークも交えたドキュメンタリー形式で放送。2013年、滝口以外は、富士テレビアナウンサー2013年4月16日、放送文。ありがとうございます。